書画53駅大見土山近下戸の蛇行に描かれている藤原近下戸の4期。藤原近下戸の4期は三重県津市などに伝えられる伝説の鬼。様々な説があるが、中でも太平記第16巻日本朝的時の記事が最も有名。太平記によると、天智天皇の時代、時の豪族藤原近下戸は4人の鬼を従えていた。 どんな武器も弾き返してしまう固い体を持つ、近畿、強風を繰り出して、敵を吹き飛ばす風紀、いかなる場所でも、洪水を起こして、敵を溺れさせる水木、気配を消して敵に奇襲をかける陰行機である。藤原地下戸はこの四機を使って朝廷に反乱を起こすが、藤原地下戸を討伐しに来た、木朝尾の和歌により、四機は退散してしまう。 こうして、藤原千戸は滅ぼされることになる。他の伝承では、水木と陰陽木が、努力、火器に入れ替わっているものもある。また、この四木は、忍者の原型であるともされる。藤原千戸の四木は、坂の上の田村マロ伝説にも登場する。欧州南部岩手群稲山が、学の由来では、欧州拓国屈の岩屋に住む、悪老と、 高丸兄弟が、神奈丸と、田村丸親子を撃って天位につき、先祖である、藤原近景の胸を晴らそうと吹き、水木、柿、陰陽器も加えて、防御を企てていた。戸に登った水木と陰陽器は彼女に化けて、花見の縁に紛れて、帝に近づいたが、田村丸に見破られて、水木は撃たれ、陰陽器は逃げ帰った。直命をこうむった。 田村丸は五万八千余儀を率いて、欧州へと攻める。田村丸の弟、千歳君は常駐深く攻め込み陰陽気に囚われたが、山伏姿で現れた、秋葉山大根源が、千歳君を救い出し、国空より大盤石を降らせ、大地より火炎を湧き出させて殲滅させた。三重県南室郡三浜町をよしに、四季の岩や伝説が残る。 四木の岩屋と呼ばれる洞窟にはかつて鬼が住んでおり、村の子供をさらっていくので人々は不安であった。熊の鬼が城で鬼の主や宛て下を討伐した田村将軍は、おろしの鬼退治に甲冑に身を固め、たくましい馬に乗ってやってきた。鬼どもと田村将軍の合戦の末、鬼を退治した将軍が岩屋に入ると一人の子供が、藤鶴で縛られていた。ありがとうございます。